七夕か。7月7日。8月7日がもうほぼ北海道では七夕なんですか、うんうん、でも青森は全然普通に77。77で。うん。はい。はい。行きます。7月3日分行きます。じゃあ5秒前。4、3、2。ささのはさらさら。七夕が近いというお話ですね。そうですね。もう7月。でも7月7日ではないんですもんね、北海道は。あ、8月7日というところもありますね。あるんですもんね。うんうん、私入社当時そのことを知らなくて。いや、私も。7日にしっかり願い事書いていたのに、1ヶ月間保存してましたもん、短冊。この年になって願い事書いたの？やらないんですか？え、書きませんか？私今日書く気満々でいたんですけど。せーの、かなさんは寝て起きたらミランダカーミランダカーご存知ですか？母さんなんて、母さん、母さんって呼ばれるんですか？なんかちょっと違う感じしますけどね。ミランダさんミランダさんか、はい、ミランダさんって、はい、努力してあのボディを手に入れたと思うんですよ。まあね、私は努力したくない。だから寝て起きたら顔も体もミランダカーだったら悩みないだろうなと思って。え、もしミランダカーだったら、うん、その日から何します？どうしよう。そんな4丁目プラザの前歩いたらどんな感じなんだろうね。なるといいですね。大栗さんは、いや、なんかすごく対照的ですね。メンタルを強くしたい。どうしたんですか？どうしたの、どうしたの？いや、なんかここ最近なんかあった？気分の浮き沈みが激しいんですよ。飲みに行こう。そうですね。足して2で割ったらすごくちょうど良くなるんじゃないかっていう。何この、ひどいですね、この差。私何も考えてない人みたいじゃない？メンタルね。よし、ここ最近思うんですけど、年、うん、を重ねれば重ねるほど、うん、願い事の内容って現実的になるなって、うんうんうん、なるなるなる。数値を基調したら0、3つ4つ増えたらいいなとか。いいな、それ。ルンバが変えたらいいなとかさ。そういうことだよ、うん、どういうことだ。織姫と彦星がね、年に一度デートできるっていう大切な日にこんな話しちゃあれですね。年に一度ですよ。どうですか？いや、無理です。無理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 、絶対無理です。絶対無理でしょ。電話もない、携帯電話もないし。あるかもしれないですよ。でもあるのかい？うん、もしかしたら LINE やってるの？やってるじゃないですか。スタンプとか結構押してるんじゃないですかね。天の川スタンプみたいな。動くんでしょ。動くんです。キラ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 ってしてる。私たちこんだけ楽しくおしゃべりしてるじゃないですか。周りすっごい静かですからね。この温度差。温度差ね、いいんだいいんだ。メンタル強くなりたいと思いますね。そうそうそう、こういった時。私全然気になんない。知らなかった、大栗ちゃんに言われるまで。みんな楽しいと思ってた。ガッチャンコ HBC アルカトラス。はい。はいよ。はい。5秒前、4、3、2。この後は声ひっくり返す。もう一回。はい、行きます。5秒前、4、3。ごめんなさい、私引きするタイプなんですよ。続けてください。この後は映画奪還アルカトラズをご覧ください。お送りのメンタル奪還。よかったね。はい、よかったです。